座れ。それでどういう知り合いだ。知り合いってほどでもない。言葉を慎重に選べ。私たちの信頼に関わるだろう。地獄に落ちろこのくそったれ。落ち着いてください。そうかよ、分かった。いいさ、話せ。命令には従わない。ラス・アルマスでは犬でさえ私には吠えないしね。彼女は元軍人だ。一緒に働いていた。部隊は違えどユニットは同じ。あんたは荒くれ者ばかりのロス・バケロス。私の部隊は精鋭揃いだった。ラ・アラーニャの息子を襲撃するまではな。あれはよく覚えてる。彼女のチームはラ・アラーニャの用心棒を追い出し、流血沙汰が起きないようにするはずだった。その通りにやったでしょ。まさかお前自身が用心棒だったとはな。何事もなく彼を山まで送り届けた。それで流血沙汰も防げたし。奴は刑務所に行くはずだった。つまり奴を消して後釜に座った。私は権力の真空を作り、それを埋めただけ。ここには私が必要だ。ラス・アルマスには兵士が必要だ。殺し屋じゃない。お前はな、軍の名を怪我したんだよ。兄弟も裏切った。なぜこんなことを。あんた傭兵ならわかるだろう。仕事を断ればライバルに渡る。お前は麻薬組織のボスでテロリストをかくまってる。テロはビジネスにとって好都合なの。保険になる。どういう意味だ。あんたいつからそんなふぬけ野郎になっちまったんだよ。目を覚ましな、アレハンドロ。テロとの戦いがある限り真の麻薬戦争は起こりえない。テロリストやミサイルを見つけるために私が必要になるし、流血沙汰も防げる。いや、俺は降りる。目的は変わらないぞ。耐えられちゃうんだよ。さあ、彼女と取引はするな。分かったな。お前の手の内を明かしてもらおう。ミサイル、その標的、ハッサンの居場所だ。10秒以内に答えないと傭兵と軍隊の違いを思い知らせてやる。いいな。標的は知らない。運び屋は運ぶだけ。ミサイルの行き先なら教えられる。戻ったらハッサンの居場所を言おう。その代わり私を解放してラス・アルマスから手を引いて出て行きな。いいだろう。それまでの間お前はここにいろ。尋問によって得られた座標からメキシコ湾の400海里沖に石油リグがあることを確認した。リグは現在稼働しておらず、密輸の受け渡し拠点としてカルテルに利用されている。そこから北西500メートルに貨物船も停泊している。船からリグに大型コンテナを運んでいる作業員が確認された。コンテナはリグの高所に設置されている。おそらくこれがミサイルだろう。タスクフォース141、バルガス大佐、シャドウカンパニーが3艘のボートに分乗し、両ターゲットを同時に襲撃する。ゴーストは船を襲撃するチームを率いろ。グレイブス、ソープ、アレハンドロはオイルリグのミサイルを解除してくれ。武器を持つ者には一切容赦するな。命令は全ての脅威の排除だ。見えた。よし、あれがターゲットだ。シャドウ、ワンとツー、フックポイントに向かえ。各自侵入しろ。総員、船が見えた。了解。銃撃用意、通信を維持しろ。バレリアの情報だ。乗り込んで相当し、ミサイルを解除する。嘘だったとしたら。あいつは終わりだ。俺たちもな。油断するなよ。罠かもしれない。準備できた。了解、取り掛かれ。フックよし、取り掛かれ。シャドウ確認。ミサイルはこの上だ。完全に封じ込めたい。
ソブ、想像するんだ。クリアだ、部屋を出る。ラジャ、シャドウ1は南東の階段へ移動する。できた、行けよ。オールクリア。上に2人。クリア。バルコニーのドア、上だ。ゴースト、こっちはメインデッキに移動中。状況は？シャドウ3と乗り込むところだ。ラジャー、侵入する。ワンダウン！フラッシュを使う！俺たちがいると知られたな。もっと急ぐべきだ。シャドウ各員へ、強行突破しろ。コンテナを調べるんだ。了解、行くぞ。移動するぞ。船に合図を送る。ミサイルを発射する気だ。第1段階だ。まだ間に合う。シャドウ各員へ、ミサイルはヘリパッドにある。ツーワンへ、確保に向かうから援護しろ。ツーワン了解。上を見ろ。シャドウ1から指揮官へ、リグを確保。コンテナに向かう。ラジャー、状況を確認次第に強化しろ。開けろ。制御装置はどこだ？あの船の上だ。指揮官、ミサイルが起動した。制御装置が船のどこかにあるはずだ。命令を遂行しろ。発射を止めるんだ。アレハンドロ、監視を代われ。ソープは俺とあの船に乗り込むぞ。援護は俺に任せろ。繰り返す。ミサイルの制御装置はブリッジにある。了解だ。よし、行くぞ。トースト、こちらゼロワン、海面を移動してそっちに向かってる。了解だ。こっちは敵から攻撃されてる。着陸地点は危険だ。ラジャー、デッキに出たらブリッジへ向かえ。イナ、制御装置を確保しミサイルを止めるぞ。どうやって乗り込む？タラップを使え。力で来るぞ。遊撃戦と行こうぜ。挟まれないようにしろ。移動する。
援護するからドアを頼む。了解。制御装置は中だ。よし、下がれ。こちらシャドウ1、ブリッジの入り口を爆破する。3、2、1、爆破。ブリッジに移動する。気を控えてくれ。了解。中には AQ が4人いる。ラダースタンバイ。オールクリア。よし、制御装置があった。接続する。さあ頼むぞ、言うことを聞いてくれ。なぜだ。手遅れだ。中止コードはないのか。ああ、この段階では無意味だ。ゴールドイーグル指揮官へ。こちらシャドウ1、ミサイルはブースト段階にあり、間もなく発射される。聞こえるか。了解。シャドウ、解除できないなら破壊しろ。了解指揮官。スタンバイ。ソープ、制御装置を頼む。一緒にやるしかない。時間がないからさっさとやるぞ。繋がった。指揮官、こっちは準備よし。命令は、ダルコードを入力し、ペイロードを打ち込め。ダルコードって？発射後の爆破コードだ。ミサイルで石油リグを破壊しろ。アレハンドロはシャドウと戻れ。総員へ、リグを離れろ。繰り返す、リグを離れろ。ラシャ、残り時間はあと1分。了解、移動だ。よし、ソップ、制御装置を頼む。ログインをバイパスするためにモードに入る必要がある。ソープ、クリアとモードキーを同時に押せ。
ができた。待てよ、どうなってる。ちょっとした技術がいるな。オーケー、1列目2行の最後に何が表示されているか教えてくれ。ソープ、コードの最後には何が表示されてる。1列目の2行目だ。これは C だな。チャーリーの C だ。完璧だ。ニューオーリンズに向かってる。そうはさせない。ターゲットが更新された。エグゼキュートキーを押せば設定完了だ。軍曹、俺たちの成果を見てみようぜ。来たぞ。総員へ、衝撃に備えろ。ミサイル発射。見ろよ、いいか。たまげた威力だな。アレハンドロ、大丈夫か。なんてことだ。あんなの魔法じゃないぜ。無事か。ああ、そっちは大丈夫だ、兄弟。ゴールドイーグル指揮官、こちらシャドウワン、命中だ。ミサイルとリグを破壊した。了解だ、シャドウワン、よくやった。現場を離れて帰還しろ。ソープ、ゴースト、君たちにも感謝しよう。ラジャー指揮官、帰還しようぜ。